清潔感の中身についてなんてさ、いろんなとこで語られまくってるわけやけどさ、お前さ、ネットワーってさ、今もな、インターネットでさ、配信見れるのにさ、なぜ調べれないの清潔感についての中身、いろんなとこであるの清潔感出すためにこれしましょうって、YouTube 見てみな。100個くらいあるもっとある ?1000 個 ?2000 個あるわ。なんで見ないので、ここで清潔感についての中身教えてくれて。なんで私がそこまで親ちゃうんよ。調べたらわかることをここで聞くな。金も出さずに。それでもここで教えてほしいならじゃ、あお前は金を出せ。 金も出さずに、調べもせずに、すべてタダで教えてもらえると思うなよ。人はそんなに暇じゃないし、お前に対して親切でもない。お前にそんな価値はない。今ちょっと調べただけでもない。いくらでも出てくるやろ。お前は努力しないから、清潔感の出し方すらもわからない。お風呂に入って洗濯しとけば、清潔感って言っとけよ、一生。臭いね、お前。それもわからなくてずっと聞いてくるからな。あ,あ、そう、自分が清潔だと思い込んでるのはあるね。 服を洗ってお風呂に入ってもお前は清潔じゃないよ昼には臭いし別に不潔でもモテてるやつはおるようなるほど金持ってるから不潔でもモテてるやつはもちろんおるよけどお前はうなるほど金を持ってないのに不潔やからそれは汚いだけのおっさんよ柔軟剤すらも使えないんですよねえだって 洗剤だけで洗えるから柔軟剤とかいらんくないだからお前は臭いんよ。なんでみんなが柔軟剤使ってるからっていい匂いがするからなんよ。ある程度の汗の匂いも消してくれるくらいのいい匂いがするからなんよな。洗剤だけで洗った服っていうのもパリパリよ。雑巾みたいな硬さになるやろ。着心地もそんなに良くないし。見た目だってまあ良くなくなる。柔軟剤入れんとさ、服ってまあ痛むしな。でもそれでもお前は数百円がもったいなくて入れない。人に迷惑かけて不快感みんなに感じさせることを良しとしている。数百円でそれがなくなるのにな。 そして生生マンが誕生よなお前らも金がないからドラム式持ってないやん。だから洗って自分で干すわけなんやけど洗った後に面倒くさくてちょっと放置してそろそろ干さななって干したらめっちゃ臭いんよな生乾きよな。お前が分からんくてもみんな分かってる。その臭い服そのまま着てくるしな。お前は分かってないよ。臭いんよほんまに。俺汗臭くないのになぁって。まあ服が臭いんよな。よく折るほんまに折る耳やかウエット遺伝子で脇が臭い。じゃあ脇がの手術したらもうすぐできるし安いよ。でも脇画の手術するんはめんどいしなんか怖いよな。 だから、臭くて持てない方がいいんでしょそれを自分で選び取ってるのに、持てないとかもうやかましいよ。言わんといてほしいよな。俺は持てないを選び取ってるで、それでいいやんで。脇が臭いまま生きることを選んどんやから。持てた時はやりすぎると、イコール貧乏叩た,たきになるからな。そうでもないよ。持てるやつ、みんな金持ってるから、私そうじゃないから。あら、エルが来た。エル、うちのレア猫ちゃん。